可愛いなって言ってた。あそこね、ちょっと高いです。ちょっと高い。へえ、そうなんや。そう、可愛くない？こんなのも、そうよ、大きい。これも多分3000円ぐらい。めちゃめちゃあります。そうなのよ。これが、うん、あれ、日本橋の高島屋で買ったやつ。え、今年結構いっぱい買ったの？今年、ほんまこれ全部今年。あ、買ったやつか？まだ家にあるけど。あの、仕立てたのとかも可愛かったよね。仕立てたやつ。あれ、あれ可愛かったよ。めっちゃ可愛かった。私はね、結構お母さんのが多くて。めっちゃこれも可愛い。でも古典柄やんだもんね。うんうんうん、これもお母さんの。お母さんこの絞りに赤入ってたりするの好き、素敵やね。ね、あとまあ着やすいよね、こういう面でさ。絞り着やすい、なんか、うん、あんまさ、着付けが上手じゃなくてもバレへん、うん、そうだね。そうそうそう、この辺のシワとかもそんな気になれへんから、ね、そう、意外とボコボコしてるね。かわいい。これはこの間、筑前さん。素敵やね、こう、ツバメ？ツバメ、柳とツバメがモチーフで、あとヒッコリみたいで、お洋服みたいな感じでもあるよね。なんか確かに上品、欲しくなるよね。なんかワンピース買うみたいさ。わかる。そう、だからワンピースね、あの安いなって3万ぐらいとかやから、うんうんうん、なんかワンピースとかシャツ買う感覚でさ、うんうんうん、なんか買っちゃうよね、うん、あとなんかこういうカジュアルな、これもすごい可愛い、ね、今日これにしてみようかな、うん、帯もさ、またもらってきたから、すごい実家のね、これ色違い、あ、同じ商品、あ、ほんまや、高島で買った、うん、高島でえ、めいちゃん今日どれ着る？今日どれにしよう、まだ1回持ってないのがこの、うん、絞りの方で、あ、そうなんや、他にも絞り持ってたよね。そう、もう一個は、あ、お母さん、そう、達郎くんのおばさんが着てたやつをいただいて、可愛いよね、そういうのもあるし、うんうんうん、この帯も可愛い、あの届いたばっかりやから、急にハマりだした。急に、なんか、あ、そうかも。私さ、うん、ずっとコロナ前ぐらいから、うんうん、来てはいてんけど、20代とか30代の頭とか、うんうん、で、コロナになってさ、マスクやってってると、なんかこう浴衣とかもハマらんなとかさ、うん、あ、確かにそうだね。お祭りもなくなったりさ、うんうんうん、着てもどこにも行かれへんしなと思ってて、うんうん、いいなって思っててんけど、うんうん、達郎くんとさ付き合った頃にこの人、うん、絶対着物似合うと思って、めっちゃ似合うよね、ほんで。そう、そうやで、ね、で、お付き合いしてすぐぐらいの時から、うんうん、なんか浴衣とか一緒に着ひんっていう、うんうん、プレゼンをずっとしてて、うんうん、いいけどでも祭りやってないよねみたいな感じから、確かに今年からやもんな。そう、どこもで今年お祭りが結構あるっていうのが分かった、うんうん、6月ぐらいかな、うん、にやっぱ浴衣を作ろうってなって、それで行ってたんや、うん、で連れ出して見せたら、うん、楽しいってなって、あっちもハマって、え、じゃあ髪の毛もじゃあやろうみたいな、うん、やってほしい、うん、今回いっぱい新作出たからこの辺のアクセサリー使おうかな。これはいい。なんかこれがハートやからあえてハートで。ほんまやね。ハートじゃないねんけど、ちょっとハートっぽいから。ハートっぽいからいいかも。これ使おう。うん。私もだってこういうチョイスもあるよね。え、その赤もそう。赤もね。強めでも可愛いかも。強めっていうのか、うん。よし、強めでいこう。うん。私。いやでもこれでいくか。うん、可愛いこれ。どっちがいいか。それに、これにするか。うん、青で。あえて。可愛い。うん、かわいいか、これにしよう、これにしよう、決まった、うん、決まった、よし、じゃあ髪の毛やろうか、はい、はい、楽しみ、やり方に合うヘアセットやっていきます。なんか今日私がやってる、ちょっと今日ふわふわ系でしたんだけど、うん、めっちゃかわいい、ロングバージョンやったらこんな感じ、ミヤ、うん、ちゃんやったらこんな感じ、はい、同じやり方で上をキュッとまず取ります。なんかちょっとだけさ、やっぱさ、普段よりさ、浴衣の時でなんかちょっとやりたいっていうか、なんかちょっとやりたい、なんか普通にさ、捨てるだけやとさ、特にちょっと古典が来た時ってさ、うんうんうん、寝巻きに見えがちやん。あ、わかる。なんかどっかでアクセントつけないとさ、そうそうそう、そうなんよ。ちょっとくるりんぱして、うん、こんな感じ、緩めて、ちょっとふんわり系にします、今日は、うん、いやでも難しい、この長さだと結構アレンジが難しいよね。こっちも横くって、これで3つクルリンパができた感じかな。で、まあクルリンパしたらこんな感じで、またここ根元をしっかり持って緩まないようにして、こんな感じでパッパッと崩していきます。で、今1、2、3個あって、うんうんうん、この2つをまたもう1回マット一緒にしちゃいます。3つに分けるのは適当に、まあ3等分って感じ。うん、3等分で大丈夫。そうそうそう、結構短かったから、そうですね、あとはですね、結構短くて出ちゃうね。
どっちがいいと思う？ふんわり前髪。でも今の感じ可愛いですよね。可愛いよね。ピタでも撮影方がいいかピタ。ピタも可愛いな。ああ確かに。なんかピタってするとちょっとジブリに出てきて。本当にジブリ。そう。え、なんか言いたかったのはなんかこうヒロインっぽい。ヒロインっぽい。マカロンたちも考えましたよ。ヘアセットしてた。ヘアセット。ビール持ってきた。あ、持ってきた。ありがとう、ありがとう。ビール飲んでるわ、もう。何そのビール。糸島の杉の屋のビール。シャレー、めっちゃ美味しくて。そう。酒蔵さんが作ってるんですけども。え、かわいい。ピュってなってるけど、かわいい。かわいい。うん、ここは短いのはスプレー止めようか。うん、かわいい。お揃いない一応。嬉しい。しようって。かわいい。はい、できましたー。後ろ。かわいい。かわいいよ。かわいい。かわいい。え、一旦バズワイガー飲む？一旦飲みます。一旦飲む。乾杯ですね。あ、乾杯しよう。乾杯しよう。はい、かなちゃんいらっしゃい。いらっしゃい、いらっしゃい。はい。あ、ここからまたアクセント通すのか。なんかさ、8時やけど、もう来た方がいいよね。そうやな。いいやん。え、なんか素敵やんね。でもなんか派手やけど、あの、渋いな。生きやな、なんか。かっこいい。これしか持ってない。いいね。かっこいい結び方の方が似合いそうやな。え、そんなバリエーションあるの？また今なんか、難易度上げてくれた。なんか言ってくれた。なんか、やってくれるの？浪人結びとかさ。ない。あ、なんかできるやん、それ。それ達郎。達郎くんやったら達郎くんがやってくれて自分で来てくる。すごいよね。じゃあ呼び出そう。みんな次行くで。はいはいはい。はい、乾杯乾杯。美味しい。やばくないですかこれ。直詰めって書いてるね。美味しい、うん。ちょっと山椒の味がする。なんか軽すぎひんね、しのびるやん。なんかちゃんと旨味っていうか、しっかりビールの美味しさがある。ほら、切るよ。切るよか、切るよか。うん、あとは帯だけ。YouTube 見ながらやっていい。でさ、YouTube チャンネルできた。なんとか。え、誰チャンネル見てんの？え、素直先生がめっちゃいい。一回自分でやってみる。自分ね。あ、記憶。じゃちょっと私も一旦自分でやってみようかな、記憶だって。画流でね。画流でね。ちょっと待って、長すぎた。ビアガでいけるのでしょうか。いけるかな。かなちゃん。はいはい、どれ。はいはい、こうやって。はい、いつか自分で切れるとか全然切れてないやんけ。普段着てんのかなって思われるよ。あ、ありがとう、ありがとう。使う帯の、こう硬いな、ほんで。帯の長さによるのかな。こっちは、みやちゃんは今、蝶々結びですね。蝶々結びして、はい、雰囲気できてる感じ。雰囲気できてる気が、うん、する。あ、かわいい。うん、できてる。あ、かわいい、かわいい。いいやん。みんな困ったら私できるようになったかも。よっしゃ、いいじゃん。相葉美奈子さんに着せてもらいます。もうちょっと待って。編集点作んないで、そんなところで。今日は高山美奈子さんに着付けをしてもらうという日です。Let's move on and wrap your body with the remaining part. 帯をする感じやってくれるみたい。硬くて難しい。いつもの柔らかい帯に変えます。お邪魔します。救世主？かわいい。救世主に浪人娘やったら。いらっしゃい。どんだけ手こずってるんですか。完成です。完成です。これは何結びですか？何でしょう？これはカルタ結び。で、ペタッと、後ろがペタッとしてるから椅子にも座りやすいし、ちょっとかっこいい衣装があるからかなちゃんに似合うかなと思ってっていうのと、一番簡単これこれは本当にみんな着物着る人たちが2分で着るらしくて。あ、そうなの？そうなん？ 2 分？いろんな人の YouTube で2分で着ましたっていう人たちが結構なんか私さ、大変やった。20分ぐらいかな。え、シュウコできた？シュウコなんとかできた。みんななんとか、まあ、カジュアルなとこやから今から行く、うん、それを一番涼しげでなんか楽そう。すごいね、自分で上手に来て。本当だね。何分かかったの？いや、俺5分ぐらいで。なんとかできた。完成。完成。ちょっと時間かかったけどできました。できました。できました。ビアガーデン行こうか。行きましょうか。
ていきます。美味しそうだ。